さっきニュース見てて、これはないだろうってことを一個思ったんですよ。そう。この話だけちょっとしたいんですけど、知ってます千葉のスキヤの事件知ってます皆さん。千葉のスキヤで、当時ね、その夜間の、えー、と夜,夜の時間の責任者を務めていたスキヤの、えっ、ー、と、ま、社員なのかな社員なのかアルバイトなのかわかんないですけど、スキヤのね、従業員がセクハラをね、したんですよ。 でそのセクハラの内容が結構えぐくてちょっとこれ許せんなと思ったのでちょっと言いたいんですけどその、ね、スキヤにある女性が面接に来ましたとで働きたいですって面接に来ました履歴書を持って面接に来たでそこで、えーそのね、捕まった人が、まあ、一応責任者なんで面接をするわけじゃないですかでその時に同意書を用意して同意書まで用意して今からやることはセクハラじゃないですっていう文章が書いた紙を用意してそ,その上で えー、献身と称してです、ねえー、女性の、ね、体を触ったりね卑猥なことをしたらしいんですよ、ひどくないこれ、マジでひどいよね、さすがになんかさ、ね、仕事を探しててさ、まあ、どういう人か分かんないけどもしかしたら仕事こめちゃくちゃ困って生活にも困ってる人かもしれないしなんとか働きたいなと思って行ったさ女性に対して、ね、権力で,ですよ職場の権限で。 そんなわいせつなことをするのはちょっとないなと思いました。はい。で、あ、え、げ、ー、の果てにその人が今言ってることが <laughs> 今否認、今一部否認してるらしくて、逮捕された内容、逮捕された事実の中で、本当に触った部分と触ってない部分があると。で一部は違うんだみたいなこと言ってるんですいやでも女の子からしたらさ、女性からしたら全部一緒やろ、女の子って。ひどいよな、マジで。って思いました、マジで。好きやってそんなやつ雇ってんのって思いましたよ、本当に。 でそんな同意書を用意して、でアルバイトのできた女の子にそんなことやるようなやつだから、これは結構常習犯だと思うんで、余罪も結構あると思います、他にも今までも何回もやってると思います、なんでちょっと警察ね、千葉県警かな、千葉県の警察はね、なんとかこう、ね、往生際あるいそういうやつをちゃんとさばいてほしいですよね。はい、ルミも怒ってるわそれ <laughs>、はい